やっぱ僕がプロ始めてでプレーしている中で、そのプロになってから知ったことがすごい多かったんですよね。でそれってやっぱ僕が育成年代で教えてもらってこなかったことなので、これがもし自分が育成年代の時に教わってたらどれぐらいすごくなってたんだろうとか、もっと良くなってたんだろうなっていうのを考えて、で今どうしたらいいかと思ったら、プロで現役でプロであるうちに僕が今まで経験してきたそういうものを今の育成年代の子たちに還元できたら、もっとゴールキーパー界も盛り上がるだろうし、そういう子たちがどんどんやっぱプロになって日本のサッカー界を盛り上げてくれるんじゃないかなと思って始めました、はい、小学校3年生にサッカーを始めて、で4年生の時にでかいからやれって言われて、そこからずっとゴールキーパーやってます。いや、やりたくなかったです痛いし怖いし、でやっぱ今と違って砂利とか土とかがすごい多くて、いやそんなところ飛びたくないんで、でなおかつ失点したらキーパーのせいだって見られて、すごいネガティブな印象だったんで、僕はすごいやりたくなかったですね。どちらかというと少ないようには感じます。やはりまだ日本ではゴールキーパーに対してネガティブな印象が大きくて、逆に海外だとやりたくてもやれない子どもたちってすごい多いんですよ。なぜならそのまず第一に身長がないとやれないですよね。で身長があっても動けないとできないんですよ。ってなるとすごいやれる人って限られてくるんですよ。スペシャルワンって言われてるんですけど、それがやっぱり海外にはあるので、一人だけグローブをつけて、一人だけみんなと違うユニフォームを着て、でキーパーだけ一番最初にアップでピッチに入る、そういう特別なものっていうのはやっぱゴールキーパーしかないので、それは海外ではすごいやりたい憧れのポジションなんですよね。でも日本ではそうではないので、まだ自らやりたいっていうのは、幸いにも来てくれてるので、今いる子たちはすごい自らやりたいって言って来てくれてるんですけど、まだ少ないようには感じます。でもまず自らやりたいっていう気持ちじゃないですかね。そのいかに難しいポジションかっていうのはやっぱプロ入っても分かってるので、それを自らその責任だったり、そのミスしたら失点につながる、そういう責任感もそうですし、みんなを導くリーダーシップもそうですし、トレーニングに関してはやっぱ地味なトレーニングが多いので、それを反復いかに楽しくやるか、愚直にひたむきにやっていくかっていう、その忍耐力とかも必要だと思うので、やっぱゴールキーパーは必要な要素っていうのがすごいあると思います。めちゃめちゃあります。だって点取った方がかっこいいじゃないですかそう、やっぱ点取った方が注目されるし、今は日本ではですね、やっぱ何本外しても1点決めたらヒーローだし、キーパーは何本止めても1失点したら負けにつながることだってあるので、そういう部分では、まあ、フィールドやって点決めてヒーローになってみたいなっていう気持ちはまだありますそうですね、行きたい気持ちはもちろんありますし、僕熊本いた時もサブでベンチ座ってた時に出てたキーパーの方がラストワンプレーで決めたんですよね。この結果がってヘディング決めて引き上げで終わるっていう、まあ、すげえないいなーって思いつつ、なかなか行けないですけど派手なことはあんまりしないんですね。バンバン飛ばせたりとか、その今も YouTube とかどこでも情報を仕入れられるんで、いろんな練習あるんですけど、まず一番大事なのが基礎なので、キャッチング、構え方、ステップ、そういう部分、ポジショニングとか、そういう部分をやっぱ一番フォーカスして伝えていて、でその中で何ですかね、試合に生かせるようにいかにスキルにつなげていくか、状況判断を伴ったプレーにつなげていくかっていうのをこのスクールでは教えてます。でも子どもたちはやっぱ楽しんでくれてますし、親御さんもそれ見て
終わった後とか質問とかしてくださるので、まあ楽しい、いい感じでやってくれてるんじゃないかなとは思います、はい、やっぱ毎週見てるので、やっぱ最初に比べたらすごい上達してきた子もいますし、自分のチーム帰って、みんな自分のチームがあるんで自分のチーム帰って、その中で成果出たよとか、あの試合勝ったよとか、1個上の試合出れたよとか、そういうのを話聞くと嬉しいです。でやっぱそれは子どもたちが取り組んだ成果なんで、まあ、コーチとしては嬉しいです。決めてはなくて、まず1個雰囲気、まあ、分析もあるんですけど、分析こっちの比重が多いなとかあるんですけど、まず立った時の雰囲気、こっち蹴りそうだなとか、でその中で相手の利き足、入り方、その助走の取り方とか、と踏み込み足と、セットした時にどこ見てるのか、チラッと本能的に見ちゃう人もいるし、逆にわざと見てキーパーに見せといて外すって人もいるんで、駆け引き、そうですね、いろいろ見てます、ね、体の向きとか。でもどっちかというと気は楽ですよね。あっちが決めて当たり前だと思ってることなんで、そういうメンタル的な駆け引きも楽しいんで嫌いじゃないですね。そういうところ見てます、ね、いやもう終わった時、終わるまでずっと言いたいですよ、ね、まあここをしのげばとか。でも必死なんで正直わかんないんですよ。で終わった時の精神的な疲れは、やっぱフィールドは走ってるんで体力的なものってあると思うんですけど、キーパーはやっぱり精神的なものをずっと声出して頭使って見ててって感じなんで、そっちの方が大きいです、ゴールキーパーはすごい難しいポジションなんですけど、すごいやりがいのあるポジションでもあります、その責任感をいかに楽しめるかっていうのがゴールキーパーの良さなので、ぜひ試しにでも一度やってみて、でゴールキーパーの楽しさっていうものを知ってもらえたら、でその中でプロのゴールキーパーっていうのを目指したいなと思ってくれたらすごい嬉しいです。まあキーパーにやらないにせよ、そのサッカーっていうものを楽しんでプレーしていってほしいと思います。